ただ実際はその使用期間終わったらっていうか他のね先輩の社員の人たちとかを見るともう1日、まあ、1時間2時間残業当たり前みたいな結構まあ広い人だと思う、ね、10時11時くらいまで結構連日残業してる、ね、先輩とかもいて俺もいつかああなるのかなとか思いながら結構絶望してる状況ですね。まあどうなるか分かんないですけど、ただ一つ言えるのはまあ、ここだけの話、毎日、まあ、実のところで転職のことばかり考えてると、早すぎだろうってね、思う人たくさんいると思うんですけど、ね、いや、こういう業界だって調べれば分かるでしょうって皆さん思うかもしれないですけど、僕はもう本当に何も考えずにね、頭クリームシチューの状態で、ね、頭クラムチャウダーの状態で、もう就職活動して何も考えずこの業界に入ったんで、ね、もうひどく後悔しておりますということで、ね、まあ、転職活動を視野に入れつつね、もう早すぎた埋葬ではあるんですけど、身の振り方というのを変えてみましょう。捨てハゲ、一応ね、先輩のね、僕からね、捨てハゲにいろいろね、アドバイスがあるんだけど、まあ、捨てハゲ、まあ、大学卒業してそのシステムエンジニアの会社にね就職したのはいいんだけれど、もう転職したいとか言ってるんだよね。で、僕からアドバイスなんだけれど、まずね、捨てハゲ、君はね、サラリーマンね、向いてないね。っていうか、その組織の中で働くこと自体が向いてない。人の下で働くこと自体がね、もう向いてないのね。じゃあなんでかっていうと、捨てハゲはもう天才なの。天才型の人間なの。だからどっちかっていうと、もうアインシュタインとかニュートンとか、その歴史的偉人になるような、レオナルド・ダ・ヴィンチとかね、その歴史的偉人になるポテンシャルを持っている天才型の人間であって、でそういう天才型の人間って、その普通にね、会社の中でそのサラリーマンとして働くような、その普通の人間の能力よりも、もう別の能力を持っている、もうそういうタイプの人間なの。だから逆にさ、そのアインシュタインとかニュートンがさ、日本の会社でサラリーマンとして働けると思う？もし彼らがね、サラリーマンやってたらね、その成績めちゃくちゃ悪くてね、すぐ仕事を辞めちゃうと思うよ。うん。という感じでね、君はまずね、向いてないんだよ。天才型の人間なのね。だって前に、捨てハゲ本人か知らないけど、捨てハゲのなりすましか分かんないけど、ひろゆきさんに質問してたでしょ、なんか大学中退してなんたらって。でその時言ってたじゃん、そもそも大学っていうのは、その大学生という学生がその授業料を払うのね、大学に対して。まあ親が払うことが多いと思うんだけど、で大学側はお金をもらって、でその責任があるから生徒に対して、まあ、教育っていうサービスを施すわけですよ。大学側にしっかり学生を育てるっていう責任があるのね。なのでどっちかというと大学生っていうのは受け身の立場なので、勉強頑張って進級して卒業っていうことをやればいいだけなんだけれど、でも会社に入ったそのサラリーマンという社会人っていうのは、お金をもらう側の人間なのね。会社から給料ってお金をもらって、で給料分の労働を、会社に対してするって、そういう契約を結んでるわけなので、しっかりと給料分の労働を提供しないといけないっていう責任がその労働者側にあるわけなのね。なので大学生とそのサラリーマンっていうのは、その責任の重さとか、ストレスとかですね、もう何百倍も違うわけ。大学生よりもサラリーマンの方が何百倍も厳しい世界なのね。なのでね、その大学生活を送るのも大変だったのに、そのサラリーマンとしてやっていける
っていうのはなかなか僕は思えないですよね。やっていけるとはね、そのかなりね厳しいと思うの。なのでその、まあ、さっきも言ったようにね、もう天才型の人間なんで、あのもうね会社ね僕はもう辞めた方がいいと思う。だから転職じゃなくて、あの YouTube の世界にねもう本格的に戻ってきた方がいいと思う。なので専業 YouTuber になるべきだと思うね。の会社行かないで。なのでそのヒカキンさんとかはじめさんとかプロタンさんとかね、ああいう方々と同じようにその1年間365日のほとんどを YouTube に注ぐことができれば、もうかなりねいい作品を毎日作り続けることができると思うの。なので捨てはげの才能があれば、あの年収1億なんてもう楽勝だと思う。でなぜならこの日本国内、あるいは、ね、世界中にね、その捨てはげの動画をねもうずっと待ってる人たちがいるの。まあ、おそらくねもう100万人以上もう心待ちにしている人たちがいると思うね。今でも捨てはげ動画アップしてるけど、あの今の動画はねやっぱり1年前の動画に比べるとねかなりおとなしくて、まだ陰キャラ感がね足りないね。あの前世紀の陰キャラ感満載のね動画をねバンバン連発すればね、もう毎回その何十万再生いきますから、年収1億簡単にいくと思う。だってね、そのスペハゲがその YouTube ちょっと休んでる間、さまざまな陰キャラ系の YouTuber 出てきたけど、もうどれもつまんないもん。でやっぱりね、スペハゲほどのねギャグ線を持ってる陰キャラ系 YouTuber はいない。で僕にもね絶対真似できないと思ってるから、僕がどんだけねスペハゲの真似してもね、やっぱりどうしてもね二番煎じだなって感じるわけで、やっぱりその根っからの陰キャラのね捨てはげにしか出せない味ってあるんだよね。で何よりねもうギャグ線が素晴らしい。やっぱこう雨の日にさ、地べたにバーって仰向けになってへーってやるだけでもさ、めちゃくちゃ笑えるし、しかもああいう動画でその勇気をもらってる人って世の中にすごいたくさんいると思うのね。捨てはげって世の中の人にすごいその勇気を与えてて、あの動画を見て生きる活力を得た人っていっぱいいるの。捨てはげに感謝してる人間っていうのは世の中にねもう何十万人何百万人っていると思うのね。だから捨てはげは思ってる以上にその YouTube 動画をアップすることによって世の中の人をねその明るくしてる、すごくあの世の中のためになってるっていうことをね、分かってほしいですね。なのでもしね YouTube 本格戻ってきたら、いつでも僕あのコラボしますんで、その激辛ペヤングの早食いタイムトライアル対決だっていつでもやるし、2人でディズニーデートでそのスプラッシュマウンテン無限ループでもね何でもやるから、もう待ってますんで、はい、ということで行ってらっしゃい。